こんばんは。今半袖。広島はカープカラーのローソンがある。そうよ、あれの話、あれの話、あれした後にね。赤いローソンがある。珍しいんかな、それって。今日は本店の公園見に行ってきたの。赤いローソン、こっちは茶色いローソン。え、なんで？なんで？何、茶色いローソンってどういうこと？想像して取れない。京都？京都な？ローソンって結構何の色でもなる。京都はシックな。なんか。あれもスタバもなんかおしゃれになったりなったりするよね。え、景観保護のために。なるほどね。高さあるよね。高さ何メートル以上は建てちゃいけんみたいなやつもあるもんね、京都だったらね。あんまり詳しくないけど、行きたいな京都。太宰府天満宮の下場すごい。行ったことないんやけど、めっちゃ気になる。なんかそう言われたら、気になる気になる。高さ制限、そう、高さ。京都で何する？え、京都行ったら、この前はね、京都行って山登って、お茶飲んだ。お茶の、お茶をあれできるやつ、お茶の飲み比べできるやつ。お茶の飲み比べできるところ、山、抹茶とほうじ茶と玄米茶と緑茶で、なんかそのお茶に、いや、おしゃれだったけさ、もうさ、ちょっとね、あれだったよ、難しい。抹茶、抹茶聞き茶はできんかった。いや、茶畑のシンデレラ。え、私かっこよくない？かっこいい。そういうのがある、茶畑のシンデレラって。湯葉が美味しいよってさっきコメントあったんやけど、え、改めてもう一度行きたいんやけど、そんなこと言われたら。え、宇治茶と抹茶は違うん？伊右衛門で有名な、何？伊右衛門で有名な福寿園、福寿園。福寿園行ってない。いや待って、行き全然楽しめてない。これを考えたら、京都も改めて行かんといけんわ。湯葉は有名なお店がある。いや、抹茶と緑茶違うのはわかるよ。いや、今目が泳いだんじゃなくて思い出しただけね。目が泳いだのは思い出しただけね。今、あ、泳いだわけじゃないけど、目をチラチラさせたのは思い出してる動作なだけで、別に嘘をついてるわけではない。
って言ってこれ必死に説明してるとちょっとかっこ悪いけど、そんなことない本当に大丈夫。いや大丈夫いやほんまに大丈夫、ほんまに知ってる。抹茶パフェ食べたことない。味が違うもん、まず緑茶とお抹茶。あー着物観光してみたい。海外の方がよく珍しくて着物で着て観光したりするよね。浴衣とか、浴衣とか着てから観光したりするよね。なんか浴衣のおば、浴衣を着せてくれるおばちゃんとなんか結構仲いいんだけどさ、友達が、友達ではないけど、まあ STU の浴衣着て、着させてくださってるおばちゃんがさ、何回ってか1年に2回ぐらいさ会うけさ、浴衣となんか年末の今年もよろしくお願いしますみたいな着物。こんばんは。そのおばちゃんがさ京都でさ着付けした時にさ、外国人の方がやっぱりコロナ禍がねちょっと緩和されて何増えたねみたいなこと言っとってからさ、でもやっぱりこうきなんか物珍しさで着てくるけど、もう1時間とか2時間したらもう苦しいけ外してくださいって言いに戻ってくるって言っとったよ。夕方までもう1日レンタルできるんじゃけど、もうすぐ苦しいけで、日本の方だったら暑いし苦しいの分かっとるけ、なかなかレンタルもせんねって。逆に夕方から借りに来たりする人もおるらしいよ。こんばんは。そう帯とかさ着慣れてないとね。だって確かにね、この前打ち上げ祭でさお昼ご飯さ叙々苑のお弁当出たんだけどさ、着物の浴衣の浴衣のおかげで結構苦しかったもん。満足って感じだった。お腹いっぱいって半分ぐらいの時点で結構お腹いっぱいになった。そうよ、叙々苑じゃったんよ。やばいよね。今でも覚えてるあの味。お肉噛めば噛むほどね味が広がって美味しいし、なんとね乗っとるお肉ねちょろっとしか乗ってないように見えてね、めっちゃいっぱい乗っとってからね、キムチまでね4種類のねおつまみも置いてあって美味しかったよ。ほんまに伝わった？どう？満足度伝わった？何人前食べた？いや一人一個や。なんでかって言うと、いやなんでかって言うととかないけど、人数分きっちりきっかりしか用意されてないけ、それ余分なの用意はされてないけ。めっちゃ美味しかったんよマジで。お腹空いちゃった？いやこっそり2個行ってない。行きませんよ。行けませんよ。余分なの用意すると。余分ないの用意しちゃダメよ。
持って帰れること持って帰れん子がおるき。あ、お腹空いたらサラダホープ食べて。そうよ、サラダホープ新潟でしか売ってないんかな。にぃおめでとう、おめでとう、カープにぃおめでとう。京都行きたい、湯葉食べに。湯葉サラダホープ美味しかった？湯葉。隣の県でも売っとるん？富山でも？でもサラダホープっておせんべい。やば、目がかゆい。日光も湯葉が有名だよ。日光に行って湯葉にハマってもうたんやね。え、待って、広島から行ったらさ、先に京都に着くよね。あ、東京方面で。日光は何県かわかる？え、日光、日光東照宮。栃木県だった。小声で言うんじゃなかった。もっと大声で自信持って言えばよかった。悔しい。こんばんは。いや、知らんで言ってて、いや、コメント見てないよ。ほんまに時差やけ、これ。みんな時差やけ、それ。ほんまに見て言ってないよ。ほんまに見て言ってないんだって。ほんまに見て言ってない。でもなんかちらっと栃木っていうフレーズを耳にしたなと思って、ガチで。待って、みんな私のことを信じんの？私のことを信じんの、みんな。へえ、へえ、私のこと信じんのんじゃ。いいけどね。信じんのんじゃ、私のこと。おもろいちゃった。信じなんじゃ。おもろいコメント欄じわじわ。明日も朝配信するか。どうせ朝得意じゃし、私はどこまで行っても朝が得意じゃけ。てかもうみんな信じて、朝得意じゃろ私。それは信じてくれるもんな。え、なんか落としたね。工事？何？こんな。
何してるかわかんない。朝得意なのは信じるねえ。もう今日はピアノが聞こえんね。昨日も何だったやろ、空耳びっくりするよ。夜間工事大丈夫かな、この時間に工事してる。全然ピアノと音せんね、昨日はしたのに。こんばんはったらこんばんは。今年はもうジップ、あ、今年はね、10月、来週からまたジップがあります。木曜日だけ、お楽しみに。 CS も決定して、誕生日おめでとう。いや、12じゃない、17。旅ダンス番組、今日はロケをしてきてきました。旅ダンス番組、おー、正しいその表記。こんばんは。後輩の二人と一緒にやってきたよ。うわっ、10時になった。七並べで、ま、あれビッドタイム終わって、なんとカイコカは今ランキング伸ばしましたよ。今ですね、追い上げ完了、49位に位置しております。ははまだまだだなみんな。お疲れ様です。で、七並び最近強くなったんよ。お子ちゃまおねむ、いや、お子ちゃまじゃないけどね、ちょっと眠たい。わかる、なんで私が眠くなったの、みんなわかる感じな。何を見てあれな、ちょっと声のトーンが静かになったなみたいな、何を見てわかった、何を見て見透かしとるん私が。え、目に光がなくなる、ほんまに。え、わかりやすい、嘘じゃ。嘘じゃろ、省エネモードになる、喋り続けとるのに。ん、ずっと喋り続けとるのに笑顔が薄くなる、やばい。ちょっと待って、アイドルなのに信じてないの。え、何を、みんなのことめっちゃ信じてるよ、もう一番信じてるよ。一番信じてるよ。そんなのそれに決まっとるやん。ね、これさ見て、カープ坊やの
スマホリング社長の家にあったらしくてさ、もらったんやけどさ、事務所の社長に、あのなんか2年ぐらい放置したらしくてさ、この粘着の部分がブヨブヨなんじゃけど、使えんのんじゃけど、どうしたらいい？これどうしたらいい？両面テープで貼るの怖くない？けってスマホよ、落としたら。そう、カープに復帰。スタスタジアム、いや行きたいね、絶対行きたいね。テープ新しいのに変えて、確かにここだけ、それか全く同じやつ買うか。本当に眠くなってきたぞ。今日は朝の配信もして、明日も配信して、みんなを送り出すけ、明日はもう配信して送り出してあげるけ。なんか最近口がカサ、あ、カサカサじゃねえ、カサカサじゃない、ほんまに、あのな、唇を舐める癖のせいでね、切れてね、口が切れそうになってね、必死にね、あれを塗ってるんですけどね、リップクリームツヤツヤでした、さすがでした。まあ自分が塗ってるわけじゃないんですけど、メイクさんが傷、あれの前にって。朝配信は何時頃になりますか？多分7時、よりちょっと7時前か7時か分からんけど、7時になるね。では今日もランキングを読んでいくよ。13位バオバブ、12位卵豆腐、11位タイムファイヤー、10位マキマキ、9位のし、8位兵道正和、3、7位エリアス、6位サージカル、5位ライトニング、4位スバル、3位癒し系、2位コニョン、1位はタカー、ありがとうございます。ギフトもありがとう。まあ、バイバイ、またね、じゃーん。